はい、おはようございます。シャチくんです。よろしくお願いします。ではね、ポケモン一匹縛りプレイゴマゾーバージョンね、やっていきましょう。関東編意外とね、もう一通りジムとかに行ける状ジムとかにね行ける状態にしてからの始まりです、今回は。なんでね、ジム、まあたまには2尾から順々に行こうかな。とりあえずたけしから行きましょうか。こいつは戦うのか。なんでちょっとレベル上がってます。うん、いや仕事終わりにさ動画撮ろうと思ったんだけど、ちょっとこのね元気がなくて、まあ動画撮りやすくしとこうって思ってね、とりあえず準備だけしてたんですが、自信が2しかない。あアニメーション飛ばしてたわ。自信が2しかないし、アニメーションも飛ばしてるし、回復ぐらいしとけばいいのに。ちょっと回復しよう。うん、まあそれだけ疲れていたということでしょう。私もかわいそうに、2日前までの俺かわいそう。今日は休みなのに。今日の俺はこんなにウキウキなのに、一昨日、昨日の俺疲れててかわいそう。たまにあるんですけど、あ、またアニメーション、あ、すごい記憶障害が。アニメーション直そうって思って直してないわ。まあでも正直関東の、まあトレーナー、ジムトレーナーはもうおまけみたいなもんなんでね、いいですよね、こんな真剣じゃなくて。まあだらだらね喋りながら行きましょうよ。まあ特に弱点つけるとこはね、何気に全部先生。え、とかこんなレベル低かったっけ。これありがたいね。まあたけしさんもね岩タイプ使いって言ってますけど、1個ね前のトレーナー地面しか使ってこないんでね、これを機にドンファンを入れることをお勧めしますよ。あ、あとさ、技構成どうすんのこれ。どうするっていうか、もう無理なんだけど、これを投稿している頃にはもうゴマゾーのさパート3まで投稿してるんですが、どこで撮ってるんですけど、これ、うん、思ったよりねストックできなくて。みんなドンファンだけなんで技予想してくれないんですか。覚える技なすぎてね。え、これ何、放棄してる。いやだってまあ本当このクソみたいな技構成でいくことになるんだけど。はい、ということで恥ずかしい花田ジム行きましょうか。いつもこのお姉さんなんで、こっちと戦おうかな。ごめんね、留守しちゃって。早速勝負しましょうか。何の勝負だろう。うん、はい、ビギニのお姉さんナミね、聞いたことあんな。うわ、めっちゃ心臓えぐり取るようなモーションしてきている。まあ自信だね。まあ自信をするしか能がないね、こいつは。でもやっぱさ、経験値積んでないから、あ、違う、交換じゃないからさ、今65レベルでしょ。結構しんどくないですかこれ。レッド行く頃に多分70何レベルでさ、転生も取れず負ける未来しか見えないんだけど、大丈夫そうかな。ゴールダック、まあ、それかピカチュウに永遠に甘えるをされないことを祈って転がる。丸くなってから転がるするっていう、なかなかの家系もあるけど、それしかマジで思い浮かばないんですよね。いや一応目覚めるパワー拾ってますけど、かわいい目覚パー、仮に目覚パーで何が出ればいいのって話だもんね。岩タイプか。
岩タイプ引けば、いや岩タイプ転がるあるもんね。やっぱいらない、メザッパいらんか、意味ないね。うん、ですげえ冷静になったから、まあ、格闘か、格闘で、いや意味ないな。あと呪いとか思ったんですけど、今ね珍しくめっちゃ、おーかっこいい、早起きして、あーっといきなりまずいじゃん。まあ大丈夫か。47のスタミナに受けるこの波乗りで大体が分かりそうなもんだけどな。いやでもこれならカメックス耐えるんじゃねえかな。ギリ耐えそうじゃない、カメックスねえ、いけるよね。問題は2ターン耐えないから、先生の爪発動してかつ2発で倒さないと勝てないっていう。なるほどね。やっぱやれることないぞこれ。ドマンやれることなくない、この子。これ結構不安なんだけど、ハガネール以上のことになったら結構発狂するぞ。よし、そしたら待ちっすね。どうしようかね。まあもうやってみないと分かんないから、どうしようとか言っててもしょうがないんですけどね。さあ、あれピカチュウね、あ、かわいい。うん、なんか全然、まあ泥かけ。いやだからこの技のほんとここまで小金でやった技だぞ。ドンファンね、ドンファンなんか使ってる人いたのかな昔。ゴマゾーから進化した瞬間ボックス行ってたんじゃないの。ゴマゾーは可愛かったけど使えないし。はい、そういえばさ、僕のこれも何回か言ってると思うんですけど、動画見てくれてる人って本当、ほとんどの動画がさ、100% 男性なんですよ。うん、だからまあ、別にね、好んでしてるわけじゃないんですよ。まあ、ドンファの名前をゾウさんにしたりとかさ、そういうのあるじゃん。まあ、下ネタ気にしないで言ってたんですけど、これのね、3つ前ぐらいの動画に、動画は、女性見てましたね。うん。やっぱゾウさん好きなのかな。ひでえこと言った気がする。まあまあまあ。いや、ひどくないか、別に。うん。俺もシェルダー好きだしな。エレブね。これ、ね、うん。この地面単体のタイプってさ、なんか弱くない？え、なんかさ、今の電光石火を受けてすごい感じるんだけど、岩もあったら半減、岩、なんか地面って岩地面の印象強いんですけど、俺、まあ初代ばっかやってるからだけど、なんかこの見た目のやつでノーマルの技等倍だとちょっと、えってなっちゃう。俺のせいでカミコンとかに勝てない可能性あんな。恐ろしいよ。なんならこの丸マインも大爆発されたらやばいよ。負け分子やんのかい。やっぱ素早さ負けるよね、そりゃ。さっきな先生の爪したんか。うぜえな。丸マインそんな影分子にして何する気なの、こいつ。何覚えてんの、その丸マイン。影分子しまくってすることあんのか。はい。あ、で、さっき呪いの話の途中だったか。そう、珍しくね、朝起きてるんで、呪いがさ、玉虫で夜になんか誰かに話すと手に入るみたいな感じだった気がするから、無理ですね。うん。さすがにそれまでにはレッドに勝てるでしょう。はい、マジっす。あ、あとそういえばさ、新しいゲーム機買ったんですよ。
まあ、ツイッターでチラッと言ったんですけど、新しいゲーム機買ったみたいな。うん。で、今日届いたんですよ。はい。ここちょっと怪しいけど。まあまあまあ。あ、でさ、新しく俺が買ったゲーム機は何でしょう。チクタック、チクタック、チクタック。はい。正解です。まあ、正解した人はいないでしょう。プレイステーション2ですね。うん。プレステ2買ったんですよね。いやさ、あれ。今家にあるゲーム機、スーパーファミコン、64、ゲームキューブ、ゲームボーイカラー2つ、ゲームボーイアドバンスなんですけど、平成初期の所持品。まあ初期でもねえか。平成中盤のゲーム機しかないんですよね、今。で、満を持して、プレイステーション2。いや、平成やんっていうね。あの、ゲーム機で言ったら大体平成か。スイッチも平成だもん、別に。やばい。飛行あるけ、こいつ。まあ、転がっとこう。あれ、しかも、ゲームボーイアドバンスのが後か。プレステ2より。どうだったっけな。忘れたね。ついにうちにも、任天堂以外のね、ゲーム機来ちゃいましたよ。何やろっかなー。いや、急にさ、やりたくなったんですよね、プレステ。もともと、僕、あれでしたね、そういえば。子供の頃、まあ、スーファミ64、まあ、プレステもあったかな。でさ、その次買うゲーム機械ってさ、まあ、多分俺の、まあ、俺30代前半なんですけど、まあ、別に言ってもいいんですけど、年齢なんて。なぜか前半で濁したんですが、今。まあ、ゲーム機ね、まあ、まあ、まあ、買えなかなかとか、わかんないけど、まあ、そんなにさ、カードってあんま買わないじゃないですか。あんまり、普通の家庭は。まあ、金持ちの家の子はなんか、ゲーム機ほぼあったけどね。なんか、その辺で分かれませんでしたか？ゲームキューブ派か、あれ、プレステ派か。64ぐらいの時は多分俺小学生だったんで、まあ64の方が多かった気がすんな、周り。うん。やっぱプレステでちょっとね、年齢層上がるよね。ソフト的にね。で、まあ僕はね、そこでもう、あれでしたよ。あれ、俺でも小学校の時にパワプロやってたな。99決定版めっちゃやってたもん。あれ、迷宮島のやつ。小学校の時からやってたな。デジモンワールドとかやってたな。モンスターファームとか。勘違いかな。いや、でもプレステ2とゲームキューブは分かれる、多分。うん。で、まあ、ゲームキューブ、まあ、そこで、あ、でもやっぱそこか。そこでさ、あ、そこだな。なんか一人でずっと言ってるけど、あれだね。多分そこでゲームキューブを所持していないと、やばい、危ない。マジか。やだ、それは。他のやつ自信で倒せない気がするんだけど。いや、ゲームキューブってさ、複数人プレイできるソフト多いじゃないですか。それに比べて、あー、倒さなくてもよかったんだよな。転がる2発目から次入りたかった。いや、プレステはさ、ソロプレイ多いじゃないですか。俺だな。俺が友達いなかった理由、もしかしたら。うん。やった。あ、まあ、4倍か。いや、その説はどうですか？濃厚ですよね。だって、スマブラとかやってなかったもんね、俺。ひどいよ！ゾウさん。
いやー、思ったより受けない。じゃあ、自信でいいや。まあまあ、そう、プレステ2ね。そう、プレステ2派だったんで、楽しみですね。プレステ2も動画配信していいですか？ポケモンじゃないけど。例えば俺何やってたんだろう、プレステで。覚えてないんだよね、あんま。まあ、デジン、さっき言ったやつはやってたけど、まあ、あと、テイルズ・オブ・シリーズね。はやってたな。これ今のが先生の爪だとしたらソーラービームがやばい。あ、危ない。あれ、なんか意外と記憶にないもんだね。永遠にデジモンワールドやってた記憶はあるけど。うん。あと？いや、あのさ、実家のゲーム機全部売られちゃってたんで、うん。あと、64とかはね、姉に持ってかれてて、そう、だから1から買ってるんですけど、今。そう、俺の思い出はね、友達がゲームしかいなかった俺の思い出は全部売られちゃったんですけど、10円とかで。はい。こんな感じで、夏目ね。うん。夏目一筋です、私は。みかん一筋についてね、コメントいただいてありがとうございました。うん、まあでもやっぱ地域をさまたぐと、まあ、感情も心機一転というかね。うん、そうみてえなこと言ってるけど、いやでも聞いてください、俺本当。あれ、これあれ前回も言ったっけ、忘れたな。いや俺本当ね、一途なんですよ。そう、一途な人なんです私。マジで、その、浮気とかしたことないし、あれ。彼女いるときは、キャバクラとか誘われても行かないし、まあ、元から誘われないし、あんま行ったことないけど、まあ、風俗とかも行かないし、飲みの場もね、まあ、誘われないんで行かないし、まあ、飲みの場に女性いるぐらいはさすがに行くかもな。誘われたらね。まあ、合コン地区はないかないよ。なんか、あれ、スタッフとの飲み会ぐらいはね。こんないい男なのに。自分で言って恥ずかしいけど。え、俺スペックだけ言っていいですか？身長、まず180センチじゃん。これ強いでしょ？まず俺の強さ。また、この動画で女性が 1% ぐらい見てくれるかもしれないんでね。夏目に、ちょっと夏目にアピールしたかったな。ああ、まあ、しょうがないわ。次の人にアピールしよう。はい、ということでね。まあ、しょうがなく、アンズにね、アピールしましょう。このジムこんな色だったっけ？多分違うよね。もっとピンクだった気がするんだけど。あ、こいつオカマね。パワハラ受けてる。パワハラセクハラ受けてるよね。男なのに女装させられて。かわいそう。女装ね、人生で一回だけしたことあんな。あ、アンズさんね。じゃあちょっとね、自己アピールしよう。まあ、身長高い。まあ、地頭がいい。自分で言うことじゃねえことを言ってこ。あと、影分身される可能性あるな。丸くなるしたいけど、まあいいか。はい。で、あと、面白くなかったらすいません。あと、好奇心旺盛。いや、そうでもねえか。そもそもアピールできてないな。あ、ポジティブ。めっちゃポジティブなんですよ、僕。うん。あと、あら、もうないな。ん？もうない？こんなバカな。あと、料理できる。そう、飲食店なんでね、僕、一応。まあ、ちゃんとした料理系じゃないですけど。うん。でも、まあ、一般的よりはできる。あと、なんだ、優しい。浮気しない。包容力がある。自己肯定感強め。
ああ、もういいかな。そんな感じ。まあ顔、容姿系については一言も触れなかったけどね。そうほど自信ないですね。まああと癒し系、癒し系の声。これ癒し系ですよね、多分。違いますか？自分的にはまったりしてる声だと思ってるんですけど、声さ、俺なんか日常でも声真似されるぐらい特徴的な声っぽいんですけど、特徴的な声じゃないな、喋り方かな、こんな変かな。まああとあれだ、ミステリアスって言われるから、それもアピールポイントに入れとこう。うん、こんな感じ。こんな俺どうですか？毒くれたけど、そんな俺に。うん、うん、あんたって言われた、最終的には。あ、こいつね、かわいそうに。まあ、ちなみに、僕は、100% 振られてきてるんですけど、付き合った子にね。うん。まあ、別れた時の理由は、はい、これも 100% なんですけど、疲れてるかわからないですね。はい。いや、疲れてるかわかんないって、まあ、言いながら大体浮気されてるんですけど、何なんですかね。いや、まあいいんだけど。俺、愛情表現でライブする方だと思うんだけど。可愛いとか好きとかめっちゃ言うけど。まあでもね、俺、感情表現じゃないな。そういうのは伝えるけど、感情表現自体は得意じゃないんですよね。すべて棒読みになっちゃうんですよ。可愛いから。うん。チャイだからね。それが原因か。演技の練習しようかな。うん。ねえ。もっと、でもそれが演技だとしたらもうその時点で、好きじゃないけど。69ね。だから、にしても関東のジム簡単すぎんだ。なんか連打してるだけで、ああ、気持ち悪い、ちょっと。今めっちゃ吸われた。なんか吸われた。鼻先同士で吸い合ったらどっちが勝つんだろう。はい。まあ、関東の本番は次からなんでね。まずはグリーンカラーか。グリーンってでもさ、水タイプいたっけ？水タイプいないんじゃないの？ここまでは作業的に終わってしまった、本当に。うん。まあ、グリーン行きましょう。はい。グリーンね。あら、ここもなんか色ちょっと違うな。鮮やかになってんね、色彩。やっぱ愛情表現って大事ですよね。言わないとダメだよね。俺みんな見てくれてるみんなのこと大好きですよ。ありがとうございます。はい。男にね、男で、男ばっかだけど。愛を伝えてます、今。今の言い方で、これがいかにね、感情表現が苦手か分かったでしょう。そして超、ワックスつけたてで、髪をめっちゃ上げちゃった中学生みたいな髪型のピジョットね。はい。転がるパクられたけど、3打目で乗り切った。レッド戦70レベルでいくんか。あ、ギャルついてるやん。まあでもこれ当たれば勝てるもんね。オッケー。これは、何体目までだ？ 4 体目までか。5体目か。転がるって5回だっけ？落とせるでしょう。グリーンさんごめんって感じ、これは。ナッシーね。うん、ここでナッシーありがたいな、むしろ。うわっやばいってー。もう、もうこれしかないじゃん。だとしたら、打開できる技が。避けろ！はい！はい！でも耐えると思うよ、俺。言うて。言うてね。ストップ！はい！ダーン！はい。そんな感じでね。金いっぱい取られた。てめえよ。前2年前から服装変わってなくねえか？
身長伸びてねえだろう。そうか、これ180センチあんだぞ。身長マウント取る。相手中学生ぐらいだけどな。いやー、てかなんか転がるめっちゃ外すな。こんな転がる外す日にレッドに勝てるんかな。あと砂嵐あるよね、そういえば。まあ、最悪またイバルになっちゃうかな。今回メロメロ使えないからな。もうレッド戦マジかか。レッドさ、もうすぐだけど、2体目に出してくるポケモン次第では、全然いけると思ってますけどね。2体目多分不思議花なんだよな。2体目不思議花だった場合は、もうピカチュウで頑張るしかなくなっちゃうんだよな。2体目不思議花って結構やばいな。いや、やばくないな。日本バレしてくれて、うまい具合倒せればカメックス2ターン使わせられるからな。なんかいける気してきた、急に。急にいける気してきた。あれ、なんか未来見えた今俺。レッド勝てんだこれ。なこんなでね。ああ、まあここからは自信でいいでしょう。不安もありますが、さっきのナッシーにね、リベンジを果たしたんで、レッド戦も、間近ですね。みんなは何回でクリアできると思っていますか？私は、まあ、15回ぐらい。さあ、サイドね。かっこいい。何それ、ドリル、エロい。うちのゾウさんにもその機能つけてほしかったわ、そのドリル。このサイド落ちないかな？落ちるの？さすがの攻撃力です、ゾウさん。ありがとう。グリーンさん。まあ、ポケモンは強くなったけどね。ちょっとやっぱ身長が変わってないよ。あの、さすがにその年齢で2年前と同じ服装はね。そろそろ違うのをお母さんに買ってもらおう。まあ、姉貴もいたからね。姉に選んでもらうのもあり。まあ、俺まだ中3とか高1の時の T シャツ。てるけどね、寝巻きで。はい、ということでね、最新武器ましたよ、レッド戦。どうだろうね。まあ普通には勝てないと思うけど、まあ、とりあえずやろう。まあ、とりあえず勝つ可能性のある方法でいきます。2体目に不思議花が来る想定で動きますね。とりあえず、ほい、終わりだろ、もう。これは終わりだろ。いや、待って、甘えるをさ、連打されたらもう無理だな。あ、電光石か。連打はしてこないかな。これ一回でよかったな。ミスった、これ。ミス。まあいい。丸くなります。これありだな。結局さ、結局、カメックスまで倒せばいいから、こいつを3発で倒し、こいつを3発で倒した後に、不思議花で4発目を与える。あ、2発でいっちゃいそう。2発もありだな、結構。ざけんなよ。おーい。ざけんな。でも不思議花も2ターンかけていい、別に。だからこれで2回で倒す。電光石火ってそんな忘れる？ああ、泥かけか。これを2回で倒して、3発目、4発目で不思議花を倒し、5発目で、カメックスに致命傷を与える。で、不思議花は多分、攻撃前に2ターンかけてくるから、勝てる。ほら来た！予想通り。俺はハガネールの時の知識を生かしている。あ、でも先制取れなきゃ意味ない。先制取れなきゃ意味ねえや。次でも先制の爪を発動させればいいだけ。そう、そういうこと。結局そういうことなんです。先制の爪です。
やべー、先制できる体で考えてた普通に。あー、まあでもしばらくこの待って、うん、どうしよう。はい、2戦目ね。でもマジでさ、それしかなくないですか、正直。正直それしかないと思ってんだけど俺。また甘えるさえ食らわなければ勝てそう。初手甘えるなんだよな。まあでも初手甘えるなんだよなっつってもさ、3、4ターン避けなきゃいけないって不可能に近いよね。あと甘える2回やられた場合も詰みっていうね。いやでもソーラービーム耐えないから、でもソーラービームの2ターン目でさ、うまいこと転がるが発動、じゃない、先生の爪発動しなきゃいけないって結構条件シビアよね。まああとその後のカメックスも先生を取らないと勝てない。なかなかです。なかなかだし、倒しちゃう。あ、倒しちゃう。まあいけるよ。いける。やれる。お前ならやれる。とりあえず最初は、先生じゃなくていいよ。よし、いいよ。全然いい。それでいい。むしろそれがいい。次です。次次第で勝てる。うん。次次第で勝てるんだよ、もう。え、まだ勝てない。あー、3。いや、これどうする、マジで。どうしよう。とりあえずレベル上げないことには始まんないな。でも、先生取れるレベルになんないよね、これ。おそらく。あー。はい。どうしようかね。まあ、どうしようもクソもそれしかないよね、もう。ないんだよな。いや、まあ、強いて言えば、呪いを手に入れてきて、積むとかね。しかないと思うんだけど。いや、もうそれか甘えるをもう完全に、いや、でも先生の爪泥かけ。ほら、来た！こういうことだよ。これでいける可能性がある。これで、いや、でもどうなんだ、え、これいいんじゃない、いいんじゃない、回復の薬使わない、回復の薬使わない、あ、オッケー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 、あるぞ。あるんじゃないの、これなら2回で倒せるでしょ、だって。ほら、来た、甘える1回ミスったことによって諦めている、あいつは。はい。いや、俺焦ったんじゃないこれ。いや、でも焦ったもクソももう無理か。これ3発目だったら式は直ってたんじゃないかな。いいよ。でも先制取ればいいだけなんだから。今回で終わらせてしまいますよ。あっさりと。え、もう終わっちゃったの？大丈夫みたいにします。で、あー、攻撃下がんないとこうも違うのか。急所で落としてしまってもいいんじゃないの？うわっ！はははは！せ、わー！クソがー！いや、そっか。惜しかったな。じゃあ1レベル上げれば急所でもあるか。1レベル上げて、不思議な目2個あるんで、73にしたら来ますね、次。うん。いけそう。はい、ということでね、73レベルにしてきましたと。お、蚊がいる。やだ。やだわ。現実世界の俺の防御力下がったわ。まあ、もう、泥掛けはやめよ。うん。わ、浮き合った。この甘えるはもう連続で避けることを祈る。よし、なんか知んないけどさ、一発目やったらやんないね。これ勝てるよ、多分、普通に。だって3発目の転がる通れば多分倒せる気がする。え、急所これ、あ、違う、あ、勝った、これ全部当たれば勝てる。え、多分カメックスまで落ちるでしょ、これなら。はい。いや、不思議魔な多分次ので倒すから、倒さないかな？無理？微妙だよね。微妙じゃない？結構。え、ドキドキしてきた。いや、でもまたは、でも別に先生の爪に2ターン目に発動してもそれでもいい。はい。日本バレはしてこないんだね。ドキ当てる！倒せよ！もう倒していいよ、俺。全然もう、全然いい。全然もう、やりたくない、そんなに。やってしまえ！おい！オッケー！勝った！勝てる！皆さんすいません、本当に。いや、結局ね、転がるゲーかよ、と。
あいや、これは耐えるだろ、さすがに。これは耐えてくんなきゃ困るわ。嘘だろ？これは耐えるよね。急所やめろよ、せめて、そんで。嘘でしょ？嘘だろ？よしよし、オッケーオッケー。いや、待って、こんな興奮しているけどダメだ。次、先生の爪発動しなきゃ勝てない、これ。え？ちょっと条件厳しすぎ、え、待って。ピカチュウで2発。次はな、亀くん、やばい。やばすぎる。いや、先生の爪しない。砂かけ、砂かけしてこい。オッケー、先生の爪マジか。これ勝てるだろ。いや、でもちょっと待って。めちゃくちゃ興奮してるけど、リザードンに勝てんのか、俺。リザードンの火炎放射耐えんの、こいつ。あ、カビゴンから？カビゴンからなの？終わりだよね、転がる。よし。これ勝てるぞ。はい、満タンの薬を使い、のしかかり、関係ないね。のしかかりは、あ、大丈夫だよね。そりゃそう。あ、泥かけですね。カビゴンで全ての準備を整えます。でもこれどうしたらいいんだ、俺。リザードンで、リザードンで、リザードンを一撃倒せるように転がる調節か。まあ、外したら負けっすね、リザードン。運ゲーすぎる。まあ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 。結構、これ、転がる外したら俺結構、あの、エイフィーの先生の爪はだいぶ運良かったからな。あれ、激運だったよね、多分。ここしかないタイミングでやったよ、あれ。いや、あと、カメックスがさ、先手で雨乞い使ってこねえんだって感じだったな。まあまあ、乱数で一撃で倒せるんだろうね、あれ、多分。やってきたってことは。それも結構しんどい。いや、むしろあそこで雨乞いしてくれるのであれば、リザードン余裕だったの。まあ、このカビゴンを3ターン以内に倒さないと意味ないけどね。はい。でもこいつ多分眠るから、あ、早かったな、思ったより。眠るー。いや、もう行くか。もう行っちゃおう。丸くなるして、いたんだもんね。いや、待てよ。もう行っちゃうか。やっちゃおう。大丈夫。いや、のしかかりの巻きだけ怖い、でも。で、まあ、外れる。で、次も寝てる。のしかかり一回だけはどうしても食らうか。まあ、いけるでしょうよ。うん。あ、でもここでのダメージで次も眠るやってくれればいいのか。はい。まあ、あと、リザードンの急所で負けるぐらい。まあ、あと、転がる外したら積む。それぐらいですね。いや、待って、眠れよ、お前。やめろよ、絶対。絶対やめろよ。あー、痺れてもよかった。マジかよ。ふざけんなって。うわ、どうしよう。痺れそう。痺れそうだよ。ちょっと、ドキドキしてきた。やめてくれ。頼む、マジで。あー、おの、いや、思ってたのと違う。ラッキー。それでいいの？頼むよ。はい。オッケー。やったー。オッケー。やりましたー。勝ち。さすがに落ちるでしょう。いやー、無駄にドキドキしたわ。オッケー、やった。すいません、なんか。思った以上にすぐ終わっちゃいました。ああ、よかった。うん。はい。というわけでね。あ、あれですね。俺のアピールポイントに、運がいいも付け足しといてください。はい。はい。ということで、クリスタルバージョンね、無事クリアできましたと。ありがとうございます。いや、さっき途中でも言ったけど、結局転がるゲーじゃんってなっちゃうんですけど、まあまあ、これ旅の途中でも言ったんですけど、まあ、ツボツボはまあ、あれは許してほしい。まず、勝ったの。うん。で、ドンファンに関しては、自力で覚えるんで、これもね、許してほしい。うん。あと、他に選択肢があんまなかった。から、ほんと、許してください。はい。
まあ、今後は基本的にね、どう本当無理じゃない条件のやつは使わないんで、うん。まあ、イバルとかも極力ね、使いたくはないんで、うん。って感じっすがね。まあ、でも、コロガルを使ったにしても、ね、相手のポケモンより全部遅かったし、エフィ奇跡的に走ってたしね、結構。まあ、最後の麻痺も危なかったしね、外しても負けだったし、火炎放射急所でも多分負けてたんで、まあ、なんかあっさり勝ったけど、結構俺自分ではすごいと思ってるんですけど、そうでもないですかね。いや、俺はすごい。ポジティブだから。まあ、そんな感じで、ね、いやまあ、全体通してちょっとね、ぐだったことと、あと後半はほぼ地震と転がるでちゃちゃっと割ったんで、なんか両極端でしたね。ゴマゾウドンファンちゃんは。まあ楽しかったです。ありがとうございます。リクエストしていただいて。ね、この後も、初代も結構いよいよ終盤ですよね。もうあと20体切ってると思うんで。うん。あと金銀もね、リクエストしていただいたのも順々にやっていきますので。あと準備がね、ちょっと難しいポケモンの方のリクエストもあるんですけど、それはちょっと結構時間かかっちゃうんで申し訳ないんですが、待っていただけると嬉しいです。はい、そんな感じでね、途中でも言ったんですが、本当にご視聴いただいてるね、皆さんのこと大好きです。ありがとうございます。いつもありがとうございます。コメント、高評価もね、本当にありがとうございます。また次回もよかったらよろしくお願いします。バイバーイ。